はい、コツのお趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますドラゴンボール一番くじ未来への決闘っていうことでね、そちらのラストワン章、はい、こちらね上位賞のフィギュアとかもあるんですけれども、私はねこのラストワンだけが欲しかったんですよ。このラストワン狙いでちょっといろいろね近所のコンビニ回りましたが、いやーだいたい完売してるか全く引かれてないか、まあ、ちょっと引かれてるっていう感じの状況だったんですよね。さすがにねまっさらな状態とか中途半端に残った状態で引くのはちょっとお金がかかるなって思ってね、これはもう買いました、普通にはい、今回はこちらを開封してご紹介していきたいと思います。では早速中身見ていきましょう。箱を開けるとねブリスターの状態ですね。こんな感じで入ってます。いやーなるほど、これねちょっと支えてないと倒れちゃうんでね。いやこれいいな、すげえボリューム、重たいんですよこれ。はい、では早速ね内容をね一つ一つ確認していきましょう。はい、一応ね内容物一通り出しましたが、どれからお見せしようかな。まあ小物からいきますか。まずこれですね。はい、これ、羽です。これは海王様の羽ですね。はい、こんな感じの羽。あとはねこの天使の輪っかが2つあります。これは悟空と海王様用ですね。はい、補助パーツが大小1つずつありますね。はい、こちらこれは普通にランナーがついてるやつなんですけれども、これは海王様のあれですね、触覚まあ折れやすいしね、まああれなんで、でそれに対する説明書、台座がはい2つついてます。はい、続いて羽ですね。いや羽がすっごいボリュームでかっ、羽がすげえでかいな。いやこのボリュームはすごいでね、これも羽もね白一色じゃないんですよ。うん、ちょっとね水色のグラデーションがかかってるんですよね、うん、まあ造形的にはちょっとのっぺりした部分はあるんですけれどもね、うんまあ、全体的に悪くはないですね、うん、はい、本体の方ですね。はい、海王様からいきましょう。はい、いや海王様いいねしかもここね汗かいてますね、うん、あこれいいね、うん、出来いいじゃない。これうんいいよこれ。はい、では肝心の悟空。はいこんな感じですね。いやこの悟空でかいな、やっぱねマスターライズだけあってでかいで表情もいいね、うん、まあところどころねシャドウが入ってるんで、うん、こういうね指の造形もね細かいですね、小指だけちょっと曲がってるみたいなね、うん、まあ肌の部分に関しては特にシャドウとかは入ってないかな、うんいいね。ではね、全てを取り付けて完成させたいと思います。はい、一応ね全て組み立て終わりました。とりあえず海王様から見ていきましょう。こちら、はい、いいですね。やっぱいろいろパーツつけると様になりますね。いや、この触角がやっぱね、すごいよく再現されてる。ただね、ちょっとね触れるとねポロってね落ちちゃう場合があるんで、ここら辺はあまりいじらないようにした方がいいですね。で、羽も取り付けると、もうクリアパーツですよね。で、何よりねこちらの台座、台座はね固定できないんですよ。これしっかりカチッてはまらないんで、これね普通にこうやって置く感じ、でこう斜めになってる感じですよね。これがデフォルトのようです。はい、実際箱絵とかもねそうですよね。こんな斜めになってますからね、海王様。はい、これが正解ですよね。で、続いて悟空、こちらバン、でっか収まらないな。羽つけたからすげえボリュームなんじゃこりゃ。いや、すっごいなこのボリューム。いやー、これはすっげえいい。このボリューム考えるとやっぱ一番くじで、これをねやっぱあ、相当ね2個3個は入れらんないよね。これだけ別格に金かかってそう。いやー、すごい。でね、台座なんですけれども、こちらのね左足を曲げてるとこの台座、こちらはね普通に若干ちょっと浮いてるんですよね。支える前に浮いちゃってるんで、これは個体差なのかな。一応ねこっちの左の支柱はちゃんと奥まで差し込まれてるんですよ。それでも浮くんですよね。これはもう個体差なのか仕様なのか、まあ特段気にすることもないでしょうけれどね。はい、2つ並べるとこんな感じ。いやー、いいね、様になってるなこのフィギュア。いや、マスターライズだけあってねやっぱボリュームがすっごいわ。これ箱自体がでかいしね重い、重量感があるんでね安っぽくないんですよね。いやー、これはねみんなラストワン狙いますよね。それがためにまっさらな状態かちょっと減ってるかもうないか分かれちゃうんですよね。でしかもこれねオンラインがないんですよ、オンライン販売が。なのでねもう店頭でしか購入することができないんで、まだ残ってたらね皆さん買った方がいいかもしれないです。まあフリマとかねオークションサイトで相場を見て、安いか同等かって悩んだらもう買った方がいいですね。全買い。多少ねくじの余りが多くて相場より高くなっちゃっても上位賞が1つ2つでも残ってればね、それを売ってその売った金と計算してね、それで相場より安く買える場合もあるんでね、自分もそういう店舗は1個あったんですよね。残り40枚ほどで上位賞がほぼあったセルが1体ぐらいかな抜かれてたかな。それでね上位賞のフィギュアがほとんど残ってたんですよね。で40枚だったんですけれども、確かに全買いして上位賞全部売ればだいたい1万円ぐらいで手に入ったぐらいの感じにはなるんですけれど、計算上ね私の。でもさすがになあと思ってね、さすがに3万4万近い3万5千円ぐらいかな、そんぐらいで買って売る手間とかもあるからね、だったら普通に買った方が早いかなと思って今回は妥協して買いました、いや皆さんもねほんとねこれはね今回のこれはラストワン是非狙ってみてはいかがでしょうか。一応ねその購入した方からねおまけでね、こちらもらいましたねアクリルスタンド H 錠これちょっと開けましょうか。ラインナップがね全6種、あれだよねコミックの表紙絵、これはどれが出てもいいかな。この極あたりかこの集合が欲しいかな、ちょっと開けてみましょう。ではいきます。じゃん、あこれ全員集合じゃないか、やったね。あとは極せーの、おこれはピッコロとご飯ですね。ピッコロとご飯、ということで今回はね一番くじのラストワン賞天使になった極こちらをご紹介させていただきました。最後はね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。